もうとにかくね、もう全集中の呼吸だけやっとけって感じです。皆さん、おはようございます。24時間中 14.4 分、素敵な 1% を共有する朝活ワン。本日も開始させていただきます。お話は作業療法士の斉藤誠でございます。どうぞよろしくお願いいたします。もうね、セロトニン活性したいんだったらですね、もうたった一つ、これだけやっとけっていうのをですね、まあお伝えします。もうね、呼吸しとけば大丈夫です。鬼滅の刃でですね、全集中の呼吸ってやつあるみたいですね。セロトニン活性ってまあ大きく分けるとね、3つ方法があるんですけど、グルーミングと日光浴と、そして呼吸なんですね。まあだったらね、もうむしろこのね、全集中の呼吸やっとけば、もうメンタルヘルスにかなり効くんじゃないのっていうね、もう究極の話です。まあなのでね、まあ実際こうリハビリの中でもうすでにね、まあマインドフルネスであるとかですね、ヨガであるとか、まあいろんな形でこう呼吸法というものをね、取り入れてる方多いと思うんですけど、こうリハビリだけではなく、まあ、セラピスト側のね、自分自身のこう体調の調整なんかにも使えてきますんで、これはもう効果がね、実証されてるものばかりですので、こうセロトニン活性をしたいけどね、セロトニンって周りがみんな言う割に、じゃあセロトニンってどうやったら活性するんだよっていうのがわからない方はですね、まあ、今日のお話を聞けば一発でですね、セロトニン活性できるようになっていきますので、まあ、ぜひですね、こう作業療法の中などに活用していってほしいなと思います。まあ、期待できることってね、結構いっぱいあるんですよ。まあ、これはね、まあ、精神科の OT のね、目的がわかりやすくなるっていうところがあります。まあ、脳の中で何が起きてんのっていうのがね、まあ、説明できるのもありますし、なかなかこう精神科の作業療法ってこうやってる内容がね、非常にこう生活に寄っている部分が大きかったりするので、分かりづらくなるところあるんですけど、これがまあ分かりやすくなりますね。まあ、その他にはですね、まあ、意欲が上がります、睡眠不足解消します、自律神経整います、身体的な不動の解消にもつながりますし、痛み緩和しますし、攻撃的な性格が改善されるし、不安は解消されていきます。ね、何より緊張しなくなり、まあ、そんなね、いろんな効果が期待できるので、もうとにかくね、もう全集中の呼吸だけやっとけって感じです。本当に。もう、まあ、これ知らないんじゃ本当にもったいないと。ね、リハビリテーションの内容がね、まあ、どんどんこう、変えていける部分がありますんでね、ぜひ活用してほしいところですね。このね、セロトニン活性の一番何が問題って方法がシンプルすぎるんですね。シンプル だけにですね、ついついやりがちなことが結構出てきてしまって、で、全然こう集中できないでやってしまうってことが結構問題になります。まあ、先ほども言ったようにリズム運動と日光浴とグルーミングっていう3つがね、まあ、セロトニンを活性するにあたって大切なポイントなんですけど、ただついついやってしまう問題点として、ながら運動しちゃうんですよね。ね、全集中の呼吸とか言ってて全然集中してねえじゃねえかみたいな感じになっちゃうわけですよ。あとはですね、頑張りすぎてしまう。意外とですね、こう、何でもかんでもこう、やろうとね、頑張りすぎると、逆に緊張が強くなってしまって、あまりね、効果的にならなくなります。で、気持ち良くなくてもやっちゃうっていうですね、まあ、頑張りすぎると似たところありますけど、努力性だとですね、あんまり良くないところが、まあいろいろ出てきます。これはね、確かに努力してやった方がいいところはあるんですけど、ただ、まあ、脳の中身的にはですね、セロトニンが出づらくなってしまいますので、まあランナーズハイとかそこまでこう突き抜けるんだったらまあいいんですけど、でそれをこう努力性のなんか辛い状況で、ね、エンドルフィン出して突き抜けようとするんだとちょっと変わってきてしまいますので、まあ、そうではなくですね、集中して行っていくことで自然と気持ちよくやれる状況で作っていきますので、ちょっと気持ちよくないな、痛いなとかね、まあ、そんな状況のまま無理やりやってるんだとあまり効果ありませんので、それはね、一旦リセットしてやらない方が良くなってしまう。じゃあ具体的にどんなことをしていったらいいのかっていう話になるんですが、まあ、まずね、この先ほども言ったようにセロトニン活性の方法っていうのはシンプルなんですけど、そのシンプルなだけにいろいろとルールがあります。まあ、リズム運動っていうところでは集中してやること。先ほどからね、全集中の呼吸って言いましたけど、まさにね、あれはうまいこと言ったなと思いますね。本当にね、こう集中して呼吸するというより、まあ、リズム運動、それ自体がですね、一定のリズムを刻みながら体を動かしていったりするっていうところでは、そこに集中することによってセロトニンの分泌が高まってくるというのがあります。5分以上15分から30分続けると脳の中でですね、まあ、5分目からだいたいこうセロトニンの分泌が始まってきて、15分くらいでですねプラトーになる、まあ脳の中でセロトニンがいっぱいになると思ってくれればいいです。
まあ、もちろんね、皆さんよくね、セロトニンって全身で作られるじゃないかとか言いますけど、実際このセロトニンって血液脳関門通りませんので、全身で作られたセロトニンと脳内で作られたセロトニンは別物ですので、脳に効くのは脳内で分泌されたセロトニンだけです。ここ間違えないでおくといいところですね。日光浴っていうところではですね、これ2500ルクス以上って言われています。そんなこと言われたってよくわかんないよねってなってきたら、まあ晴れた日の窓際あたりがちょうどいいってことですね。でこれもね、まあだいたい1日1時間から2時間くらい、まあ、だからね、こうなるべく仕事とかは明るいところでやれ、まあ、外に出る機会があるんだったらね、晴れていても、まあ、曇っててもね、2500ルクス以上くらいはありますので、晴れてないからって言って外に出ないとかではなくですね、まあ、意外とこうね、外に出て、プラプラと、まあ、何も考えずにね、歩ってみるっていうのもいいんですね。さあ、そしてグルーミング、まあ、これはね、まあ、人と人とのコミュニケーション、あとは人と人の触れ合いと思っていただければ OK です。でグルーミングは基本的にはオキシトシンの分泌を促して、オキシトシンがセロトニンの分泌を、まあ、収束するというかですね、助けていくところがありますので、このオキシトシンっていうものが、まあ、出るっていうところで、まあ、覚えておいていただければ OK なんですね。でこれはね、気の置けない人とのおしゃべり、もう気を許している人ですね、気を許している人同士でのお話なので、まあそうね、まあ、井戸端会議が合っているのかどうかっていうのもありますし、そうですね、最近こうね、鬱が増えたっていうところでは、まあ、サラリーマンの鬱が増えたっていうところでは、いわゆる赤ちょうちん巡りね、ちょっと昭和的な響きですけど、仕事の後のちょっとしたね、一杯引っ掛けていくっていうですね、そういったこう密な飲み会がなくなってきてしまったっていうのがですね、まあ、鬱の原因になっているとも言えるんですね。まあ、そういったところからですね、気の置けない人との気の置けないおしゃべりっていうのは結構有効です。で、あとこちらはですね、食刺激も、オキシトシンの分泌につながってきます。なのでね、心地よい食刺激なんですね。まあ、この辺はね、アイエアでやってる TGA とかですね、まあ、あれはもう痛み刺激が出たらもう TGA じゃないよって言ってるくらいにですね、非常にこう微細なというかですね、繊細なタッチで行っていくアプローチなんですけど、実はあれやってるだけでですね、まあ、脳も整っていくっていうね、まあ、夢のようなテクニックっていうとなんか持ち上げすぎに聞こえるかもしれませんけど、まあ、そういったロジックも含めてですね、TGA っていうのはですね、あの全身に効く、ね、不動の解消、ね、ハンズオンでもハンズオフでもこう関わっていけるっていうところはそういった意味合いも含まれております。まあね、ちょっとした話になりましたけど、とにかく心地よい触診が鍵ですね。まあ、なので痛いとかね、なんか触られて嫌とかね、もう生理的に嫌ですっていうのはね、まあもうダメなのでもうそういう場合はですね、あのオキシトシン分泌しませんからね。ちなみに今私のうちのキャッツが乗ってきてしまいましたけど、ペットと触れ合うとかね、こういうモフモフをね、身近に置いとくっていうのもですね、オキシトシンの分泌には非常にいいわけですね。いろいろ紹介しましたけどね、なんかいろいろこう準備が大変だったりとかですね、まあ、わざわざこう外に出るためになんかしなきゃとかってなるんだったら、やっぱりですね、呼吸をするのが一番楽なんですね。まあ、なのでね、全集中の呼吸って、まあ、またね、こう鬼滅の刃に乗っかってみますけど、全集中の呼吸はやっぱりいいですね。そういう意味では。ね、なんだか、あれでしたね、注射をするときのね、看護師さんが、よくね、こう子供に向かって全集中の呼吸でって言うとね、こう集中している間に注射が打ててしまうっていうですね。まあ、あれまあそうですね、さっきも言ってたように、ね、集中してしまうね、呼吸に集中するとかってなるとですね、あのそこで、まあ、リズム運動であるとかですね、そういったものも起きてきますんで、まあ5分もね、長くやってないんで、どこまでっていうところもまあ確かにありますけど、少なくとも集中することでですね、あの、まあ、気がそがれるっていうところでは確かにそうかなと思いますね。まあ、それ以外でもですね、ちゃんとこう、時間をかけてやっていけばですね、まあ、痛みの抑制であるとかですね、脊柱起立筋の活性化とかですね、まあ、いろんなこう効果が期待できるんですね。まあ、この辺はあのセロトニンがもともと持っている、まあ、5つの効果っていうものがありますんでね、別な動画で紹介してるんで、そちらも見ていただけるといいんですけど、まあ、そういったものもあってですね、まあ、この、呼吸に集中するっていうのはね、非常にいいんですね。まあ、なので、まあ、すぐできますからね、今すぐやれって言われてもすぐできるわけですから、呼吸はね、一番楽で、しかも効果的です。まあ、ただね、私、おっさん世代なんでね、もう、むしろ、ジョジョのね、第1部、2部の波紋の方が近いんじゃないかと思っちゃうところありますけどね。
まあ、その理由もあって全集中の呼吸だと、ね、まあ肺に酸素をたくさん溜め込んで、ね、まあその流れでっていうような感じでしたけど、波紋だとね、こう、吐くっていうね、呼吸のそのリズムとかっていうところで話をしてたんでね、どちらかというとセロトニン活性するんだったら波紋の方が近いかなとか思わなくもないんですが、まあまあまあ呼吸っていう意味では一緒です。でまあね、今言ったみたいに簡単なことから始められるっていう意味では、もう呼吸っていうのはね、リズム運動の一つなので、まあすぐ始められます。もう一番楽な方法です。で、意図的に吐く、まあ今ね波紋の話でしたように、まあどちらかといえば意図的に吐くというところ、これをここに集中してもらうといいですね。まあ、なのでやることは3回吐いて1回吸う。まあ、大体ね、3秒吐く。これを3回繰り返すんですね。ふーふーふーで吸う。吸って、ふーふーふー。吸って、ふーふーふーと。まあこれをですね、まあ5分以上繰り返すと。まあこれだけやってれば、セロトニン分泌します。非常に楽ですね。まあ、なのでね、自分の呼吸に集中する時間さえ作れればですね、セロトニンの活性、セロトニンの分泌っていうところは十分促していけますので、まあ、ぜひね、やっていただければなと思っております。ね、まあ5分から15分ですからね、そんなに長い時間じゃないはずです。必ずね、そのくらいはね、1日の中で時間作れますよね。だって素敵な 1% が 14.4 分なわけですからね。まあ、こういったことをやっていけばですね、十分セロトニンが分泌されていきます。でね、やるときね、ついつい努力 しがちなんですけど、ここ肩の力を抜いてやっていくのが一番ですので、ね、リラックスしてやれる環境を整えてですね、まあ、やっていけたらいいんじゃないかなと思います。さあ、ということでですね、セロトニン活性したいなら呼吸しとけと書きましたけど、まあ、全集中の呼吸しとけってやつですね。まあ、もし、こう、作業療法、あるいはリハビリテーションの中にですね、セロトニン活性、これを組み込んでいきたいなと思ったんでしたら、まあ、一番シンプルでやりやすいのはですね、まあ、呼吸です、ね。集中して行う呼吸を組み込んでいくっていうのをですね、ぜひ取り入れてみてください。ね、3回吐いて1回吸う、ね。これを5分から15分繰り返すだけ。で1日の中の 1% 程度の時間です。でこれ毎日繰り返せば十分ね、脳が整ってきますので、ね、ぜひやってみてください。さあ、ということでですね、まあ、本日は全集中の呼吸をしとけということでですね、セロトニン活性のお話をさせていただきました。まあ、今日のお話がですね、ためになったなと思う方はですね、ぜひコメント欄に何かしらリアクションであるとかですね、あとはまあいいねボタンなんかいただけると非常に嬉しいです。チャンネル登録などをしていただければですね、今回のようなシンプルで、すぐ実践できるようなですね、まあ、リハビリのテクニックであるとかですね、脳科学の活用の方法なんかもお伝えさせていただきますのでね、ぜひ合わせて、ご覧になっていただければと思います。加えてですね、今日参考にした参考文献、こちらのリンクもですね、置かせてもらっています。セロトニン研究の第一人者の書籍ですのでね、医療職種だったら持ってて損はない、ね、マストアイテムだと思ってますんでね、ぜひ合わせてチェックしてみてください。さあ、ということで本日も臨床日和です。元気にいってらっしゃい。